夏そうです。ね、神奈川県の海老名にあるハローズガーデン海老名に来ました。その映像があるのでご覧ください。いや、ここね、期間限定100円って前から書いてあるんですけど、もう、1年以上100円だと思う。音普通だね。でここといえばこのレンガ、まあ、レンガじゃないんだけどレンガもどき、ここね、さっきやったんですけどめっちゃ悪い、前より悪くなって、口がね、やばいよ。目は普通。すごい縁。いや、面倒入った。どっちが入るかな。入る、こちらが入るね。最近ね、旧式がうまくなった。シンプルにうまくなった。なんか俺ここで更新したくないんだけど、メンテ悪いから。レンガ入りそうなんですけど、こっちの方が入るね。多分こっちの方が多重起こるのかな。で、あっちにも太鼓あります。沖縄式と見せかけて旧式してる人のモノマネ。メンテが悪い。だからまあ一般の傾けの太鼓って感じですね。あとはこのバチケースがここにあるのが変わってて面白い。ここは過去に動画出したことあるんですけど、なんとね、バチケースがここにある。期間限定100円、なんでそこになった。ほら、ここに置いてあるのは俺初めて見たな。確かにここにあった方がいいかもね。ここにあるとなんか足ぶつかったりするかもしれないからね。ほら、バチはここにしまってね。しまいましょうだったらよかったね。連続プレイトラブルの原因になります、連続でやらないように、商品必ず手に持って移動するように。これ前ネタにしましたね。3曲、こっちもケースが後ろだ。色は、お、赤、青、こっちの方がメンティーだろうな。なんでかっていうと、あそこだけ太鼓空いててこっちは埋まってた、常に。ここちゃんとね、デモ画面の音流れてるね。あっち流れてる、忘れたけど
どうだろう。あっちより音でかいぞ。最高エレベーター。こっちの方が小さい。8はね、81入れたんで、82は入れたいね。木のせい？木のせい？木の妖精？前よりここ悪くなってるな。メンテしてんのかな。じゃあなんかね、滑る景色がシンプルにやりにくい。本当に入ったんだけど、今やり方がうまかったね。有言実行なんだけど、ドドドドンドドドドンじゃ。まだ入るかな。抜かしたには抜かしたからね。よかったよかった。でね、ここの太鼓ね、このハローズが気になる。これ最初ね、あの挨拶されてんのかと思ったもん。ハローみたいな。最初ハローズだった。たまにね、なんか面にこうやって書かれてるとこあるんですけど、僕がよく行くとこはないね。ここぐらいかな、ハローズ。多分あの太鼓の盗難とかがあったじゃないですか。全国的にあの分かってないだけで結構あると思うよ。あったと思う。まあ書かれたんじゃないかな。あのさっきねこれやったんですけど、これなんとね後ろまで届きました。だけどね取れなかった。ちょっとねお金の無駄なんですけど、その映像が撮れてなかったんで一回だけやりましょう。まさかね届くと思わなかったよ。こうやって撮れないかな。頼む。いいんじゃない？こんな感じ。いいんじゃない？いいんじゃない？取れそうだな。まあいっか。まあこんな感じ。あれね取れるね。いやちょっとやるか。ニオキューチはね普通にやってもつまんないんだよ。こうやってやった方が面白い。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？あ刺さっちゃった。まあいっか。あとびっくりしたのがこれね、やばくない？もじゃもじゃポップヌードル。これやばいでしょ。誰がやるの？やるか。俺は何をしてるんだろうか。取れんのそもそも。100円だけやります。アーム全然開かない。そして動きが遅いぞ。引っかかれ引っかかれ。俺これやるんだったら家で焼きそば作って箸でこうやってやってる。なんでやったんだろう。前ライムとここに来てこれやったな。シミチョコを乱獲した。面白いよキャッチャーとかあるんだけどな、あるにはあるけど、なんか、まあ察してください。目玉グミかと思ったら違うね。この目玉の中に地球グミとか入ってますね。入ってんのに目玉グミはない。だけど目玉。
これ多分ねフェイントだね。こう入れてもここがこうね伸びる、その引っかかってるとこが落ちるんじゃなくて、そのぶら下がってる長い方が伸びる。だからこの糸がこうずっと残ってる状態だ、景品だけ動くからその分長い。そう、これちょっと勘違いしてねやる人いると思う。ああもう一発で取れんじゃんみたいな、うん、そんなことないっていうね。